補強をほとんど行わず、現有戦力の底上げで臨むとみられる来シーズンのタイガース。岡田監督がまだ連覇というのをまだ達成したことがありません。タイガース史上初めての来シーズンの連覇という偉業を成し得たいと思います、と意気込んだように、球団史上初の偉業がかかるシーズンとなります。岡田監督は日本一の直後から若手中心で行われた秋季キャンプに参加し、来シーズンに向けた新戦力の発掘に努めている様子。中でもある選手の名前を挙げ、来シーズンの一番の新戦力だと語りました。今回の動画では、岡田監督が期待を寄せるある新戦力について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。荷物整理のために甲子園を訪れた岡田監督は取材に対応。桐敷選手の起用法や抑え投手などに関する質問が飛ぶと、早くも来シーズンの構想について明かしてくれました。先発でプロ初勝利を挙げながらもシーズン中に中継ぎへと転向し、防御率 1.79 という素晴らしい成績を残した桐敷選手について、先発回って敬遠かったらあかんやんか。順番があるからの、とコメント。独特の言い回しで、来シーズンも中継ぎとして起用する構想を明かしました。その上で、岡田監督自ら、一番の新戦力と期待を寄せる選手について語り始めたのです。一番の新戦力は湯浅やで、来年は、そうやんか。湯浅なんか今年はほとんど戦力になってないわけやんか。いくつ負けた？湯浅で3つ4つ負けてるで。来年の一番新しい戦力は湯浅よ。そんなん、俺も一番そう思うてるよ、と、湯浅選手の名前を挙げ、一番の新戦力だとコメント。秋季キャンプで絶賛した門別選手や野口選手への期待も高いようですが、一軍でタイトルを獲得した経験もある湯浅選手の復活が戦力アップに直結すると考えているようです。そもそも今シーズンは湯浅選手が抑えを務める構想でスタートしていました。ボールの異なる WBC へ参加することもあり、当初は岡田監督も最初は抑えで使えんと思う。1ヶ月違うボールですぐに投げれんぞ、と語っていたものの、方針を転換し、開幕戦から湯浅選手を抑えで起用。岡田監督からの期待がかなり高かったことが伺えます。開幕戦では3つのフォアボールを与えるなど、明らかに本調子ではなかったものの、初セーブを記録。ここから乗っていくかと思われました。無失点ピッチングを続け、守護神に収まるかと思われたものの、4月16日に右肘のコンディション不良を訴えて登録抹消となる事態に。約1ヶ月の離脱を経て5月30日の西武戦で復帰したものの、交流戦でまさかの大乱調となります。6月3日のロッテ戦では3点リードの9回に登板し、まさかの3失点。なんとか同点で踏みとどまったものの、降板時に帽子を地面に叩きつけるなど、かなりフラストレーションが溜まった様子でした。2日後のロッテ戦では同点の12回に登板し、無失点。しかし、2安打を浴びて2アウト1塁3塁のピンチを作られるなど、内容は決して良いものではありませんでした。そして、6月8日の楽天戦では1点リードの9回に登板し、小深田選手に逆転サヨナラスリーランホームランを被弾。フォアボール2つで出したランナーをホームランで返されるという内容で、岡田監督は、空自滅やんか。今はしんどいやろ、と、配置転換を示唆しました。それでも抑えとして起用を続け、続く6月11日の日本ハム戦では無失点でセーブを記録。ただ、6月15日のオリックス戦で2本のホームランを浴び、負け投手になると登録抹消となり、シーズン中の復帰はありませんでした。その後は岩崎選手が代役を務め、リーグ最多の35セーブを記録。防御率 1.77 と抜群の安定感を見せてくれましたが、開幕戦では6回に登板しており、岡田監督としてはセットアッパーとして起用する構想だったはず。岩崎選手の頑張りでなんとかカバーできましたが、かなりの誤算だったことは間違いありません。開幕時の守護神が6月時点で3度セーブに失敗し、そこから1度も登板がなかったにもかかわらず、日本一に輝いたというのは改めてすごいことだなと感じます。今シーズンの湯浅選手はストレートが上ずり、カウントが悪くなる場面が多く見られました。
力で抑えようという気持ちが力みにつながっている印象で、昨シーズンは59イニングで12個だったフォアボールが14イニングで8個に増加。ウィップも 0.86 から 1.60 へ大幅に悪化してしまいました。これはブレイク前の湯浅選手に見られた傾向と全く同じです。昨年まで投手コーチを務めていた金村氏もブレイク前の湯浅選手について、ストレートの威力はすごかったですけど、出るたびに打たれてボールが暴れまくっていましたと評しています。ブレイクした2022年シーズンは5割の力で投げるという練習で力みなく投げるコツをつかんだとのこと。2022年に見せた力みのないピッチングを取り戻すことができれば、来シーズンに期待が持てるのではないでしょうか。レギュラーシーズン中の復帰はなかった湯浅選手ですが、日本シリーズで復帰を果たし、1回と3分の1をノーヒットに抑え、復活を印象づけています。岩崎選手自身が、僕はセットアッパーの方が向いていると語っていることもあり、来シーズンの起用法がどうなるのか非常に興味深いです。 WBC のボールでの練習だった今年の春季キャンプとは異なり、来年の秋季キャンプでは日本の公式球でしっかりと練習ができます。さらに開幕に照準を合わせた今年よりもスローペースでの調整で問題なく、首脳陣がしっかりとチェックできる環境になるというのも大きな利点でしょう。その点について岡田監督は、1ヶ月間キャンプでブルペンのボール見れるや、今年は1回も見てないもん、日本のボールで投げてるのと言及しています。秋季キャンプで他の若手投手と共にブルペン入りした湯浅選手を岡田監督はじっくりと視察。他の投手とは格が違うと感じたようで、誰が見てもやっぱりそうやんか、他の一軍で実績積んでない投手と並んで投げたらと絶賛のコメントを残しました。続けて、一番の戦力ちゃう、力的にも。これはドラフト1位よりもすごい戦力やで、と、来シーズンの活躍に太鼓判。大きな戦力アップにつながる、重要なピースとして考えているようです。湯浅選手の起用法については明かさなかったものの、抑えとしての起用を思い描いているよう。今年最多セーブのタイトルを獲得した岩崎選手について、自分が与えられたところで投げてくれるというのが一番助かるよ、こだわってないやつが、と語り、配置転換を匂わせるようなコメントも残しています。岩崎選手はシーズン中から、僕は守護神じゃないです。守護神は湯浅なので、と語っており、セットアッパーでの起用になっても、すんなりと従ってくれるはず。本当にありがたい存在です。中継ぎ候補としてレイズのハビー・ゲラ選手の獲得も内定していますが、最優秀中継ぎ投手に輝いた湯浅選手の復帰が大きな鍵を握るはず。7回を石井選手、8回を岩崎選手、9回を湯浅選手が担うような勝利の方程式を構築できれば、今年結果を残した桐敷選手や島本選手、岩貞選手、新外国人などを6回から惜しみなく投入できます。中継ぎ陣をローテーションし、休ませながら起用できる層の厚い布陣になりそうですね。このように湯浅選手の復活が与える影響はかなり大きいので、ぜひ復活してほしいです。来シーズンの湯浅選手から目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。